はい、早速始めます。武田クリーニングです。今日はネクタイのシミ抜きです。ビフォーアフターあるあるでございますね。やっぱり食べ物のシミがつきやすいところにぶら下がっているわけですよ。何かのソースであったりね、スープ、そういった汁物がね、弾け飛んでしまっていつの間にか小さいシミができていた、そんなシミ抜きの成功事例でございます。どの角度から見てもですね、全くシミが見えないようにしましたので、ぜひ最後まで見てください。見た感じ、触った感じ、光沢、滑りの良さ、もうシルク 100% にしか見えないんですよ。安っぽさもないですね。でも縦がポリエステル 100%、 横がシルク 100% ってことになっておるんですよ。まあ平置き製品面では大丈夫、でも実際に何日か使ってみないことには分かりませんよね。新しいうちはいいけど、次第にノット結び目ですねの形が決まんないとか、ねじれるとか、外した時に跡が残るとかね、不安に思う方いるかもしれませんが、今日ご紹介しているネクタイに関しては全く問題ないかと思いますね。まあ素材はね、そんなこだわりなくてなんだっていいんだけど、このブランドじゃなきゃダメだなんて人もいると思うんですが、そういったブランドのこだわりとかがなければですね、とてもコスパがいいネクタイだと思います。仕事着がスーツって方大勢いらっしゃいますが、長年ほぼ毎日スーツと一緒にワイシャツやネクタイも使用しますよね。スーツ、ワイシャツ、ネクタイ、それぞれ何着持ってるんですかね。毎日スーツを着るのであれば、ネクタイは10本以上は持っていると思いますが、いかがでしょう。ネクタイって洗ってますか、洗ってますかなんてね、聞かれなくても洗うのはワイシャツですよね。次がスーツでしょうか。でもネクタイはめったに洗わない、もしくは全く洗わない。そもそもネクタイって洗えるのとか、洗う必要あるんですかなんて方もいらっしゃいますよ。常時何本かのネクタイを使い回しているかと思います。いくら毎日同じネクタイは使わないとはいえ、一度買ったらもう一生使い続けることができるわけではありません、ネクタイもね、スーツやワイシャツと同じ消耗品との認識で不定期に買い替えているかと思います。もうそろそろ買い替えだなと思う時ありますよね。汚れやシミや変色があるとか、生地がけばだっているとか、取れないシワがあるとかね、あとは台剣の角の生地が擦り切れちゃっているとか、穴が開いちゃってるとか、裏地の糸がほつれちゃってるとかね、そういったことを認識できたら、自分は大丈夫と思っていても、スーツを着てるのにネクタイがボロボロだと周囲にだらしない印象を与えてしまいますし、清潔感も大幅にダウンします。ネクタイ相当デリケートなものなので、潔く寿命と捉えてね、買い替えるのがいいですよ。ただ買ったばかりのピンピンのネクタイに不運にもシミをつけてしまったら、小さいシミでもポリエステルが半分入っていたとしてもね、何もしないでプロにお任せの方がいいと思います。ぜひ当店にご相談してみてください。どの角度から見ても色もグロスも損なうことなく綺麗になりました。今日はここまでです。それではまた次の事例でお会いしましょう。さようなら。